温まりましたら、このお湯を湯冷ましに移します。今度はこの湯冷ましのお湯を急須に移します。こうやってお湯を移すごとに、5度から10度ずつ温度が下がります。そして急須が温まりましたら、このお湯をお茶碗に戻します。急須にお茶の葉を入れます。 8g 入ってまして、1人分としてはちょっと多めなんですけれど、4000ぐらいまで美味しく召し上がっていただけます。こちらが88夜のお茶の葉なんですけれども、お茶摘みの頃の最初の時期の若い葉っぱを摘んでいますので、細くて小さなお茶の葉になっています。冷ましたお湯を急須に入れます。これで大体50度から60度ぐらいの間まで下がっております。そして蓋をして1分お待ちいただきます。1分経ちましたら、急須からお茶碗に注いでいただいてよろしいですか。Thank you.